はい、ありがとうございます。先ほどまでは水口さんの海外に興味を持ったきっかけみたいなところから、はい、ピースボート入る前のお話をしていただいたんですけど、ここの動画ではピースボートに参加して何をしたかみたいなところまでお話をお伺いしようかなと思っていまして、もともと働かれてたんですよね、アパレル系で。そうですね。でその後辞めてピースボートに行くんですか？はい、辞められたんですね。辞めました。辞めたきっかけは同僚にピースボートに誘われたっていうところあったと思うんですけどそうです。それで辞めるっていう決断をしたんですね。自分の中でも給食とかそういうのもちらついたんですけど、すごいいい職場やったんで、なんですけど地球一周に行っていろんなものを見ていろんなものを触れたら、多分またなんか違う新しいことしたくなっちゃうんじゃないかなと思った時に、戻る場所があるとそれが足かせになっちゃうんかなって思って、団長の思いで仕事は退職させてもらって。ああ、そうなんですね。はい。そっからピースボートに入るじゃないですか。僕は噂ではこのピースボートのポスターを貼ると、はい、ピースボートに参加した時にその金額が値引きされるみたいなのを聞いたんですけど、それは合ってますか？合ってます。あれは誰が貼ってるんですか、そもそも？私の場合はですね、ピースボート行きたいなと思って資料請求して、はい、ポスターを貼ったら全額免除にもできるよっていうのを聞いてじゃあやってみたい、なんか面白そうと思ってやってみると、はい、ピースボートには全国5カ所にボランティアセンターっていうボランティアの人たちが集うセンターがあって、そこで各地地域ごとにどんどんポスターを貼っていく。そのポスターはボランティアスタッフの方がポスターを貼って3件貼ると1000円分の割引になるっていうので、あのポスター1枚300円貼るごとにもらえるみたいなイメージですかね。そうですね、船賃からの割引なんですけど、うん、っていう仕組みになっていて、だいたい地球一周行くのって100万円ちょっと、はいはいはい、一番安い部屋でもそうなんですけど、じゃあ3000枚貼らないといけないと。ね、そうなんですよ。3000枚貼るとするじゃないですか。水口さんは無料で行った？無料で行きました。マジ？じゃあ3000枚貼ったってことですか？貼りました。結局計何枚貼ったんですか、ポスターとしては？私は4000枚ほど。上振れしてますけど1000枚で。でも100万円で最低いけるじゃないですか。あ、そっか、ランクアップみたいなのができるのか。いや、クルーズによって価格がちょっと違ったりするんです、日数とかによって。なるほどなるほど。私が行った時は一番安いのが129万円やったんですよ。あ、じゃあそれを目標にしてた？そうなんです、129万円食べるぞっていうので目標にしてたんですけど、それが今だと99万円のもあったりとか、その時によって。そうなんですね。4000枚をどれぐらいの期間で貼れたんですか？私は3ヶ月ちょっとぐらいで。めちゃくちゃいいですね。ってことは割引なんですけど、はい、129万円稼いだってことじゃないですか、ざっくり言うとね。そうですね。なんですけどそれを3ヶ月で稼いだってことですよね、はい、だからそれ割り算したら、まあ、ざっくり言うと45万とかそんぐらいを月収にしたらすごいですね。それぐらいの価値のあるものを。やば。そうなんですね。じゃあ3ヶ月で4000枚ですよね、はい、ってことは1日あたりの3ヶ月だと90日だと換算してそれ4000枚ですよね、はい、だから1日あたり44枚ぐらい貼ると。そうですね、計算的には換算すると、はい、1日44枚貼れます、ね、44枚は結構余裕です。え、マジ？そうなの？貼れる時は本当に1日100枚ぐらい貼っちゃう時もあるし、本当に行くエリアによります。今日そのエリアは自分で決められるんですか？今日は何々駅のこの界隈をみんなで行こうとかっていうのをスタッフさんが決めてくれるんですね。でその中からそのエリアのブロック分けされてて、行くところがバッティングしないように分かれてて、それを朝ボランティアセンターに来た早いもん順で決めていくんですよ。じゃあめっちゃ早く行けばいいところがもらえる。あ、そうそうなんです。遅刻していったらボランティアなんで自主的自発的にみんな行ってるんで、特に何時に来なさいみたいなのないんですけど、やる気のある人は早く行って一番いいエリアをもらって、繁華街の栄えてるところとか商店街があるところとかすごいポスター貼れるんですよね。でも1日44件貼るってめちゃくちゃすごいですね。っていうのもピースボートって今年で39年目なんですよ。で、まあこのボランティアスタッフがポスター貼るっていう制度はずっと昔からやってきたんですね。なんで過去のデータとかもちゃんとあって、で過去に貼ってきた方たちのポスターがあって、はいはい、それを新しいポスターに貼り替えるっていうのが一番の目的なんですね。なるほど。なんで基本的に結構お店に行ってピースボートですポスター貼らせてくださいって行くと、はい、あ、うちそことそこに貼ってるから貼り替えてみたいな感じで、もう結構もう長く貼ってくださってるお店の方とかはすごい慣れた感じで、うん、そろそろ来ると思ってたんよみたいな。そうなんや、すげえ面白いな。ぜひ見てくださってる方で興味ある方いたら4000枚あなたも行けますっていう。なるほど、めちゃくちゃピースボートの入る前にフォーカスしちゃった。、はい。
ピースボートそもそも何を目的にして入ろうと思いました、はい、最初その地球一周したいって思ったのは本当に単純な動機でいろんな国に行ってみたいっていうのがただそれだけやったんですよ。なんですけどボランティアセンターでポスターを貼ったりそこにはたくさん一緒に地球一周を目指してる仲間がいてスタッフもいてっていう空間で過ごしてるうちにどんどんその期間でも自分自身が変わっていくのが分かったんですね。なんかボランティアセンターの中で企画とかイベントができるんですね。でそこで一人のスタッフの方がカミングアウトをしたいっていう企画をされ何のカミングアウトですかっていうのが身内の方が自殺で亡くなられたっていう過去があってそれがなかなかそのことを口に出せなかったっていうのがあってでもそのことを言えないことで自分もモヤモヤしてたしできればいろんな人とその気持ちとかも語り合いたいなって思いつつでも言うのが怖かったっていうのがあってそれをカミングアウトしますっていう企画をされてたんですよ、はい、なるほど命について考えるっていう、うんうんうん、そこにじゃあ参加されたんですか。そうなんですよ。実際どうでしたそのカミングアウト。びっくりしたのが私も実は本当に全く一緒で身内が自死で亡くなってるんですけどその時本当に周りの友達とかにも言えなかったんですよ。言ったら暗い気持ちにさせちゃうなとか慰めることしか多分できないじゃないですか。私もそういえば言えてなかったことで蓋をしてきたことってあったなっていうのにすごいその企画に参加して気づいたんですよ。でもやっぱりそこをこれから生きていく上で命についてっていうのも身近であったことを蓋をするんじゃなくて考えてで周りにいる人と気持ちを共有したり意見を聞いたりっていう機会はすごい大事なんやなっていうことに気がついてでやっぱその頃からピースボートに乗る意味っていうのがどんどん自分の中でも変わっていってただ楽しいっていうだけの船旅じゃなくていろんな人の話を聞きたいなとかっていうマインドにどんどん変わっていきました。あ、そうなんですね。そういう思いを持っていくわけじゃないですか、はい、で実際その船に乗って何日間ぐらいいらっしゃったんですか。100日間なんで、はい、じゃあ100日間いていろんな人の話って聞けました。船にはだいたい1000名当時の船では約1000名乗っていてやっぱ船の中って日本にいると時間に制限があるじゃないですか。明日仕事とか明日学校とか終電があるとかそれが船の中ではないんで無限に語れるんですよ。だだっ広い大海原の中に船がポツンと航海を続けていくと自分の悩みがちっぽけにも思えてくるしでもそのちっぽけなことにもちゃんと向き合わなきゃいけないんだなっていうのもいろんな人の悩みを聞く上でどんどん自分にもそういうことあったなとか共感があったりそういう考え方もあったのかっていう新しい気づきがあったりしかも世代間も超えて同じ参加者として結構フラットにお話ができるんですよね。なるほどね。確かにいろんな年代幅広いとそこの世代を超えてというか仲良くもなれますし、はい、肩書きとか日本でいる時には本当に触れ合うことができなかったりだとか話すことできない人たちと船の上だったら普通に同じ立場として話し合いをすることができるみたいな感じだったって感じですね。そうですね。最後ちょっと聞いてみたいんですけど自分が参加して一番良かったなって思うことって何ですかね。まあ、景色ももちろんあの景色に感動したとかはあるんですけど私が思い出すのは着いた先船では寄港地っていうんですけど寄港地でも交流プログラムっていうのがピースボートではあって現地の方の暮らしにお邪魔して学校に見学に行ったりとかお宅にお邪魔するっていうのもあってそういうところで密に現地の方とお話をしてやり取りをしたっていうのがちょっとそのこの話をするにあたって当時の写真とかを見返してたらそのクルーズでロシアに行ったんですよ、うんうん、私そのロシアでロシアの家庭訪問本当家庭料理をご馳走になるっていう交流のツアーがあって私それに参加したんですよ、はいはいはい、その時すごいあったかいご家族が着いた瞬間からウォッカ飲みなよとか言いながらこう歓迎してくれてはい、はい、家庭料理でボルシチとか作って出してくれてでそこで食卓を囲みながらその家族のお父さんが急に日本では大きな地震があったよねって言い出して私がクルーズに参加したの2013年東日本大震災から2年後やったんで
そうなんですよっていう話をしてたら、ロシアではそんなに自信がないから、日本での同じ気持ちにはなかなか寄せないけれども、でも心では本当にたくさんの方が亡くなったことや大変な思いをしたことにすごく心を痛めていて、そういう意味ではすごく気持ちで寄り添ってるんだよっていうのをお話ししてくれて、そのお話ししてうちにお父さんが涙しながら、でそんな中あなたたちは無事今ここに命があって、ここに来てくれて一緒にご飯を食べれて本当に幸せですっていうのを言ってくれたお父さんがいたんですよね。本当にあったかい気持ちになったなっていうのを思い出して、今はねロシアも大変じゃないですか。そこに住む人たちは何も悪くないのに、経済制裁の影響だったりとか不安な中暮らしてると思うんですよね。なのであのお父さん元気かなとかっていう、世界で起こってることがすごく身近に感じる、あの人の顔が浮かぶっていうの、それもウクライナもそうなんですけど、確かにね、自分が行った国はどこかしらで身近になりますよね、ニュースとかを見たら。そうですね、そういう場所が増えた、そういう人が増えたっていうのが財産かなって思います。ありがとうございます。ちょっとじゃあこの動画では、ピースボートに参加者として船に乗るっていうところまでをお話をお伺いしたんですけれども、次の動画では実際ピースボートのスタッフになって何をしてるのかみたいなところをお伺いしたいなって思ってます。はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。